あなたの瞳の乾杯。もち米クラブ。今日は何を作るんでしょうか。今日はあなたの瞳に映るものを作りたいと思います。私の瞳にはさっき辛いのを食べてダメージを受けた花沢リズムさんしか映ってないです今。どうもこんにちは。それでは青空ゼリーを作っていきたいと思います。もち米クラブではなく青空ゼリー。いいですね。宮川大輔。鍋に水を入れ。水じゃないの。水。蓋です。ちょっと持ってみたけど、やっぱり置いた方がいい。はい、何ですか。どれぐらいですか。150の水でした。150の水。鍋に水を入れ、そこに粉ジラチンを振りかけて中火。もう一回言ってください。鍋に水を入れて。はい、そこに粉ゼラチンを振りかけて準備にかけます。粉ゼラチン10。ゼラチン復活したんだね、今の中に。あ、あったよ、普通に。2袋で10なんだね。結構使うね。あのカチカチの恐ろしい牛乳寒天の記憶が蘇ってきて2つ割れて中火でした。もう固まってんの。何でもあるな、うちのキッチン。素晴らしい。すごいよね、広いし。2分ほどだって。2分数えて。わかりました。あ、まだ2分じゃなかった。え、あのなんか泡ができたら2分。あ、できた。ここから2分。はい、お願いします。おーい。文章を読み解く力。うん。2分経った。まだだよ。まだ。まあ1分しか経ってないよ。長っ。何言ってるの。3分の話題長くね。いや、長いわ。あと1分で。あ、でも簡単。あとこれにブルーハワイ入れて固めたら終わり。はい、なんかその白い雲みたいな。白い雲はね、あのバニラアイスでできるんです。あ、そうか。2分経った。まだですよ。2分経った。もう2分経ったかな。あとブルーハワイ入れます。150。そうそう、90だった。90の、はい、青茶素でね。リズム茶素って何。可愛いですよ、リズム茶素。10年前ぐらいに流行った。2ちゃんで流行ったやつ。うわ、見て、ほら、あなたの瞳の乾杯って。上見て、熱。では終わり。タッパーに入れてください。入れ方怖いよ。綺麗。お、素晴らしい。すげえ綺麗。終わり。